ビマタクトは、クシャーナ朝の第二大君主、クジュラカドヒセスの子、ビマタクトとも表記される。また、五干書にあるエンコーチンが彼に当たるとされる、クジュラカドヒセスの子として生まれる。一世紀の半ば、父のクジュラカドヒセスが死去すると、ビマタクトはその後を継いで王となった。ビマタクトはインドに侵攻して、北西インドを占領、その統治のために一人の総督を置いて、 北西インドを官僚をさせた。84年、五官の西域長子である藩長が、官に背いたソロク王の宙を攻撃した際、皇居軍がソロク王を救うべくやってきたため、藩長はソロク王のいるからすそく城を下せずにいた。その頃、クシャーナ朝では新たに皇居国と婚姻を結び、同盟が成立していた。藩長はそこに目をつけ、クシャーナ王に多くの祝い品を送って、 皇居軍の撤退を促した。これによって、皇居軍は、ソロク国から撤退し、藩長はカラス即城を落とすことができた。87年、クシャーナ朝は五貫に剣士を送って、不罰、死士,士を献上した。この時、クシャーナ朝の死者は、官の行使を求めたが、藩長に拒否され、追い返された。90年5月、求婚を断られたためか、クシャーナ王は、 福王の舎を派遣して、藩長を攻撃させたが、藩長に撃退された。これ以降、クシャーナ朝は五冠に、毎年貢献するようになる。ビマタクトの死後、このビマカドフィセスが後を継いだ。彼のコインには古代ギリシャ語で、シグマラムダシグマラムダオーム、シグマオームガンマシグマすなわち、長の王、偉大な救世主としか書かれていなかったため、ビマタクトは長い間、 無名の王として知られてきた。しかし、1993年にアフガニスタンで偶然発見されたラバータク碑文によって彼の名前が知られるとともに、それまで謎とされてきたクシャーナ朝の王答が判明することとなった。ビマタクトの名前は、碑文の真滅によって正確にはわからず、名前の最後を2と読む説は確定的ではない。このビマカドフィセス説や、 兄弟のサダシカナ説がある。原文では、月子。中国史書では、クシャーナ朝のことを、大月氏の延長として、大月氏、月子と呼び続けた。このビマカドフィセスか、兄弟のサダシカナか、もしくは別の人物か。この時のクシャーナ軍は、総勢7万で、記事国にまで進行してきた。ありがとうございます。